スターウォーズエピソード4新たなる希望スターウォーズエピソード4新たなる希望スターウォーズエピソード4新たなる希望現代スターウォーズエピソード 4A n ニューホープは1977年に公開されたアメリカ映画アメリカのスペースオペラであるスターウォーズシリーズにおける実写映画本編の第一作品目でルーク・スカイウォーカーを 主人公とする旧三部作の第一章、エピソード4にあたる。アメリカでの公開当初のタイトルは、スターウォーズで、日本での公開当初のタイトルは、スターウォーズだった。エーニュ h o p 新たなる希望という副題は1976年の、脚本の最終稿に見ていたが、公式に付けられたのは1980年の、スターウォーズエピソード5、帝国の逆襲公開前のリバイバル上映からで、 オープニングクロールに加えられるようになったのは VHS 版からであった。もともと大河ドラマの一部という前提で制作された3年に一度続編を作ると言われていたが実際には無理だったための便宜上の副題であったがシリーズ化に成功さらに1999年に前日談となるスター・ウォーズエピソード1ファントム・メナスが公開されて以降 各作品を区別するため正式なタイトルとして、エピソード4、エピソード4も付け加えられた。後に制作される、スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復讐でのエピソード以降の物語にあたり、ルーク・スカイ・ウォーカーがかつて自身の父を弟子にしていた、オビワン・ケノービとの出会いをきっかけにジェダイとしての道を進み始める経緯と、銀河帝国と反乱軍との戦いに関わっていく、経緯が描かれる。 1997年の特別編公開、2004年の DVD 版や2011年のブルーレイ版の発売に際し、その都度最新の CG 技術などを用いて一部内容の修正、変更が行われている。特撮シーンの評価も高かったが、第1次、第二次世界大戦の記録映像を研究して作り上げられた戦闘機の空中戦シーンとその編集、 ベンバートが制作した規制の音源に頼らない、ユニークな効果やキャラクターの声をもそれまでにない、新しさを印象づける一助となり、アカデミー賞を得ている。1977年公開当時、1978年公開の映画、未知との遭遇などとともに、世界的な SF ブームを巻き起こし、それまでマニアックな映画としてしか認識されていなかった。 SF 作品を誰でも楽しめるエンターテインメントへと評価を完全に変えた。アメリカ国内のみでの総合工業収入、インフレーション調整版は歴代2位、世界歴代工業収入上位の映画一覧参照。1989年にはアメリカ議会図書館フィルム保存委員会により永久保存映画に選定されたアメリカ国立フィルム登録簿に永久保存登録された。 遠い昔、遥か彼方の銀河系で、ジェダイ騎士団と旧銀河共和国が滅亡して久しい時代、かつて平和だった銀河系は銀河帝国による圧政下にあった。そんな中、反乱同盟軍のスパイが帝国軍の誇る宇宙要塞である初代デススタの極秘設計図のデータを密かに盗み出すことに成功した。帝国の皇帝であるダース・シディアスが、 最も信頼をオークシスの暗黒教のダース・ベイダーは、設計図学館と反乱軍の本拠地の早期発見を命じれる。反乱軍の指導者の一人、レイア・オーガナ・姫は、惑星、オルデラン駅間の途上だったが、帝国軍のスター・デストロイヤーに襲撃され輸送船、タンティビヨンは打破される。激しい戦闘の最中、レイアは、ヨーフ・ベール・オーガナ元老院議員の友人の、 オビワン家の帯に助けを求めるべく、ドロイドの R2D2 に救援メッセージと、デススターの設計図を託し、R2 は、相棒の C-3 歩と共に船から脱出する、ことに成功する。R2 と3歩は、砂漠の惑星、タトゥインに漂着する。原住生物ジャワに捕獲されて、売りに出された2体は、オーウェンラー,ーズとベルホワイトスンフサイトイノ。 農場手伝いの青年ルークスカイウォーに購入された。ルークによって整備された R には、ふとした表紙に、レイアのメッセージを再生してしまう。R には、夜中に、ラーズケを抜け出し身でオで、帯ワンにそのメッセージを届けようとするが、後を追ったルークらと共に、野党助けンレーダーの襲撃に遭い、近所に住む老人ベン家の帯に助けられる。ベンこそが、名を変えて陰遁していた。 ジェダイの騎士のオビワンであった。オビワンは、ルークらを自宅へ招くと、ルークに、彼の父である、アナキンスカイブウォーカーのライトセーバーを渡し、自身とアナキンとフォース、そして、ジェダイを裏切り多くの騎士を殺害したかつての弟子、ベーダーの過去を話す。そして、レイヤのメッセージを受けて、彼女の故郷の惑星、オルデランへの旅へルークを誘うが、ルークは、おじが許してくれないと断り、オビワンを、 アンカーヘッドの街まで送ろうとする。その途中、ルークらはドロイドを撃った、ジャワたちが帝国軍に襲撃された現場を見て、ラーズ家の危機を察知し農場へ駆け戻るが、時はすでに遅く、オーウェンとベルーはストームトルーパーによって無に殺害され、農場は焼き払われていた。もはやタトゥイーンに泊まる理由をなくしたルークは、父のようにジェダイの騎士になることを誓って、オビワンと、 オルデラインへ行くことを決意する。一行は、モスアイズリー宇宙港で、密輸商人のハンソロと中バッカーを雇い、彼らの宇宙船、ミレニアム・ファルコン号で、帝国軍の追跡を振り切って、オルデラインへ向かう。同じ頃、帝国軍に、捕らわれのみであったレアは必要な尋問にも、頑強に抵抗していた。号を煮やした、デススター司令官ターキン総督は、 反乱軍の秘密基地の所在をはかねば、故郷、オルデラムを破壊ると脅し、レイヤーはやむなくすでに放棄された反乱軍の基地の所在を教えるが、ターキンは、見せしめとして、オルデランを、デススターの究極兵器である、スーパーレーザーで破壊してしまう。その瞬間、ファルコン号内で、ルークにホースを教えていたオビワンはホースに異常な、乱れが起きたことを感じた。 彼らが到着した時にはすでに、オルデランは星屑と化しており、付近にあったデススターを衛星だと勘違いしていた。一行は、トラクタービームによって捉えられてしまう。ルークたちは、ファルコン号の二重床に隠れて、捜索をやり過ごし、ストームトルーパーの装甲服を奪って変装すると、管制室へ潜入する。R22 デススターのコンピューターから情報を引き出させ、トラクタービームは、 複数の電源のうち一つを切るだけで停止することを知ると、オビワンは一人で電源を切りに向かった。その後、R2 の解析により、レイヤがここに監禁され、処刑を待っていることが分かり、ルークはソロと中ッカを説得し、救出に向かう。帝国軍の猛追を受けながらも三人は、レイヤの救出に成功し、ファルコン号へと急ぐ。 トラクタービームの電源を切り終えてきたオビワンは、ファルコン号の目前で、ベーダーと再会、ライトセーバーを交える。ファルコン号へ乗り込もうとするルークたちを見たオビワンは、突然何かを悟ったかのように、ライトセーバーの構えを解く。直後、ベーダーのライトセーバーが、オビワンの胴体を切り払うが、オビワンの肉体は消滅して、着衣と装具だけが残った。タイファイターの追撃を振り切り、 ファルコン号は、レイヤーの案内で、反乱軍の基地のアルヤビン第四衛星へたどり着く。デススターの設計図からは、反応炉の排熱口が外面に直結していると、異構造上の弱点が判明し、その排熱口より、プロトン魚雷を打ち込んで、反応炉を破壊する作戦がありつ案される。その頃、ファルコン号に追跡装置を仕掛けておいた、帝国軍は、 ヤビン第四衛星にある基地の財を突き止め、デススターの圧倒的な力を持ってヤビン第四衛星ごと破壊戦とする。ルークはスクランブルする反乱軍の X ウィングレット中隊に加わり、R にお相棒にパイロットとして戦場へ向かうが、霊金を受け取ったソロと中爆カは早々に基地を立ち去っていく。反乱軍のパイロットたちは果敢にデススターに攻撃を挑むも、 対空砲火をかいくぐっての直径2メートルの排熱口への攻撃は困難を極め、ベーダー自ら率いるタイファイター部隊により次々と撃墜入れてゆく。デススターの攻撃開始が迫る中、ついに最後の攻撃担当となったリュークは、内なるオビワンの声に従って自動照準装置に頼らず、コースの導きにより目標を捉えようとする。しかし背後から迫るベーダーにより、 両機を失い、R にも損傷、絶体絶命と思われたその時に、ファルコン号が出現、ベーダー機は撃破された、部下機と接触して放り出される。思わぬ救援によりルークは、見事、目標に、プロトン魚雷を命中させ、デススターは、宇宙の木図と消えた。ルーク、ソロ、中爆火の三人は、反乱軍一同の称賛の中で、レイアから勲章を授与されたのだった。 本作が制作された1970年代中盤のアメリカ映画はベトナム戦争終結等の社会風潮を受け内政的なアメリカンニューシネマが多くを占めていた。ベトナム戦争以前の古き良きアメリカを描いたアメリカングラフィティで一定の成功を収めたジョージ・ルーカスはかつてのアメリカ語楽映画の復権を意図し古典コミックフラッシュ・ゴードンの映画化を企画する。 しかし様々な問題が絡みこの企画の実現が不可能となり、その設定を取り入れて自ら、スター・ウォーズの脚本を執筆した。そのため、一般的には、SF 映画というジャンルに分類されている本作で、あるが、内容はまさに娯楽映画の見本誌であり、戦争映画をはじめ、西部劇、海賊映画、ラブロマンス、ヒューマン、ミュージカル、果ては、 日本の時代劇の要素まで盛り込まれている。制作にゴーサイ員が出たとはいえ極端に予算が少なく、様々な作業をこなさなければならなかった、ルーカス本人が、忙しさのあまり入院したほどであった。このため、撮影終了後ルーカスは、アラバマ州で、未知との遭遇を撮影していた友人の、スティーブン・スピルバーグを訪ね、もう対策はコリコリだと言っていたという。制作時、 ほとんどの関係者は、ケムクジャラの猿、中爆花が二足歩行しているし、ヒロインは変な団子をつけているし、変な映画だな、などと思ったという。中には、ゴミ映画だとぼやいたカメラマンもいたほどだった。ルーカスが、スピルバーグや、ブライアン・デパルマなどの友人たちを招いて、自宅で完成前のラッシュ出社を行った際には、気まずい空気が流れ、デパルマは、ダース・ベイダーは、チンプな悪玉。 ホースという名の都合の良い便利な魔法、レイア姫の菓子パンのような三つ編み、冒頭の長すぎるスーパーインポーなどと酷評した。ルーカスはよく言うね。君は映画で成功したことがないくせに、僕はせめて五千万ドルは儲けてやる。と言い返した。反対にスピルバーグは五千万ドルなんてものじゃない。一億ドルは儲かると評価した。完成後の試写会と同時にそうした。 低評価の感想は減っていたが、関係者の中では死者中に居眠りをする者もいた。アメリカの各映画館は当時、子供やマニア向けの B 級映画と低く見なして上映することをしぶり、配給会社である20世紀フォックスも他の映画作品との抱き合わせる形で売り込みを行わざるを得かった。完全に自信を失ったルーカスは、映画が大失敗すると思い込み、 結果を聞く前とプレミア公開翌日にハワイ旅行に出かけ電話もテレビもない別荘にこもっていたというルーカスはプレミア公開時にチャイニーズシアターで本作に並ぶ行列に出くわしたがこんなにヒットする映画なんて羨ましいなと思ったという本作の失敗を確信していたルーカスは自身が受け取る本作の収益部合とスピルバーグが受け取るミッチとの遭遇の 収益部合を交換しようと持ちかけ、ルーカス本人以上に本作を高く評価していた。スピルバーグはこれを了承し、印税の2.5%を交換することにした。公開と同時に大ヒットしたことを電話のつながらない場所にいるルーカスに一区伝えたのもスピルバーグである。結果として、スターウォーズは未知との遭遇を超える大ヒットとなり、現在になってもその印税収入は スピルバーグに利益をもたらしている。ルーカスは特撮映画の巨匠レイハリーハウゼンに大きな影響を受けており、僕たちのほとんどが子供の頃から彼の影響を受けてきた。その存在なくして、スター・ウォーズは生まれなかった。と語っている。制作にあたっては、黒沢明監督の隠しトリレの三悪人を元にしたとも言われる。特に物語のキーパーソンとなる。 C-3 歩、R2D2 の2体のドロイドのモデルは、隠しトリの3悪人に登場した、戦国時代の2人の百姓、太平、千秋実と、また七、藤原鎌たりであるとルーカス自身が認めおり、同じく姫から褒美をもらうというラストシーンも双方の作品に見受けられる。序盤のモスアイズリー宇宙港の酒場で、オビワンが自身と、 ルークに因縁をつけてきたゴロ付きの宇宙人二人の腕を切り落とすシーンは、用心棒によく似たシーンが存在し、中盤にデススター内でミレニアムファルコンの床に隠れるシーンは、椿三十郎の若侍を三十郎が隠すシーンを彷彿させる。また、オビワン役、もしくはベーダー役で三船敏夫に出演依頼あったという逸話もある。 脚本にゴーサインがなかなか出ないためルーカスは、友人のバーウッドとロビンスから紹介された、イラストレーターのラルフ・マクウォーリー、以降、スター・ウォーズ・エピソード5、帝国の逆襲、スター・ウォーズ・エピソード6、ジェダイの期間でもデザインを担当に、キャラクターや宇宙船のイメージ画製作を依頼し、それらも用いたプレゼンテーションを経て、ようやく20世紀北区から製作のゴーサインを得た。 映像化には、ストップモーションアニメーションやマット画といった、古典的手法から大量の模型製作、光学合成、ミニチュアの爆破に至るまで幅広い技術が必要だったが、当時四角効化スタジオは、閉鎖が続き本作で想定されたような映像を作り出すには、数々のノウハウを一から生み出す必要があった。ルーカスとプロデューサーのカーツは、インダストリアルナイトアンドマジック。 イルムという社名で撮影スタジオや工房に使うための倉庫をバンナイスに借り、自主映画で特撮の研究をしていた学生やカメラマン、デザイナー、特殊メイクのアーティストを多数雇い入れた。ベテランの特撮スタッフも参加しており、PS 名義でマットペインティングを手掛けたハリソン・エレン賞、ディズニーの特撮映画でペインターを務めたピーター・エレン賞の息子はディズニーに所属していたが、 本作をディズニー作品と兼任で担当することを依頼され、本来断るところが作品の面白さに惚れ込み承諾したという。2001年宇宙の旅以後宇宙を舞台にしたサイレントランニングを監督し、テレビシリーズスターロスト宇宙船アークのプロデューサーも務めていたダグラス・トランブルに視覚効果統括が依頼されたが、トランブルはもう宇宙はたくさんと言って断った。 しかし、サイレントランニングに参加した後もトランブルのスタジオに出入りしていたジョン・ダイクストラがの話を知る。模型の移動装置とカメラの光学系操作をコンピュータで連動させることに成功しており、劇場映画に用立てることを望んでいたダイクストラは、ルーカスとカーツに売り込み正式に依頼さた。おびただしい数の要素を合わせ、プリントを重ねる光学合成プロセスが必須であり、 画質の劣化を最小限に止めるためには大面積のフィルムで撮影することが望ましかったが、トランブルのスタジオで使われていた 65mm フィルムのシステムはフィルムからカメラ機材に至るまで高価で予算に収まらず、1961年の映画、固めのジャック以降使われず、枯れた技術となったスタビジョン方式を採用。中古のビスタビジョンカメラやプリンターも、 非常に安く調達可能で 35mm の汎用フィルムを使用しながら高画質が得られる利点は大きかった。こうしてスタートした通称トリックユニットは本作で SFX の流行を呼び映像化可能になったあるいは大ヒットの可能性を見せたことで着手される当てのなかった SF 映画の企画の多くが一に映画化に動き出す。本作後に一度解散した後、 自作、エピソード後、帝国の逆襲で再結成されたイルムはアカデミー賞、資格効果部門で何年も連続受賞するなど、大活躍を見せる。資格効果デザイン部門のジョージョンストンはやがて、SFX を多用した映画の監督にも転身し、ダイクストラ、リチャード・エドランド、フィルティペット、ピーター・クランなども独立して、それぞれのスタジオを構えることになる。 リドリー・スコット、ジェームズ・キャメロン、ローランド・エメリッヒや、ピーター・ジャクソンなど高い技術を持ち自作に、自由や融通の利く特撮工房を設立する映画監督の例は、デジタル時代にいると数々現れる。彼らは、皆に人生を変えるほどの影響を、本作から受けたと語っている。本作の制作をきっかけに、ダイクストラにより開発された、ダイクストラフレックス、 ダイクストラフレックスはその後の特撮映画に大きな影響を与える。劇中の撮影用のミニチュア、プロップの表面のディテールはプラモデルの部品を貼り付けているが、これはいちいち彫刻するのが面倒だからである。これは当時のアメリカの SF 映画では広く普及していた手法である。本シリーズはその当初から当時としては珍しく CGI と関わりがあった。 物語後半、分析されたデススターの設計図がブリーフィングで投影される場面があるが、これは手書きの動画ではなく、コンピュータで制作した CG を映したモニター画面をコマ撮りカメラで映し、フィルム投射したものである。USC 時代のルーカスの後輩であるダンオーガノンが監修したもので、ソフトウェア開発はトーマス・デファンティ、プログラミングはラリーキューバによる CG 研究の第一人者とされるジョン・ホイットニー・ジュニアとキューバの二人は、完成上映後に x ウィングの飛行映像を CG で制作し、ルーカスにプレゼンテーションを行った。エピソード後、帝国の逆襲では、不採用だったものの、ルーカスも CG に将来性を見出し、ほどなく、イルムに CG 研究部門が新設された。エピソード6 ジェダイの期間ではやはり 3DCG による作戦図を制作したトム・ダフ、ウィリアム・リーブスを含むこのチームはピクサーの母体となる。ルーカスが未完成と語り技術の限界から映像化を断念せざるを得なかったシーンは20年後公開の特別編でデジタルアニメーションを駆使して作り直された。後の新三部作も背景やキャラクターなど多くが CG で作られた。小説版にも存在する、ルークが冒頭の宇宙船を地上から観察する場面があるが、この場面はもともと映画が始まってから20分もの間、主人公が不在なのはおかしいという制作当時の考えからとりえず、撮影だけはされたものの、編集段階でカットされた。なお、この場面では、本編では一切使用することのなかった。 チューリップハット調の帽子をかぶったルークを見ることができる。2011年発売のブルーレイ版に特典映像として収録された。ファーストランはわずか全米50巻での公開であったものの結果として良質な娯楽映画とポジティブなストーリーに飢えていた大衆は本作に熱狂し各地でヒットを記録世界的な社会現象となった。公開初日から それまでの興行収入も一挙に塗り替え、それまで B 級、極物という扱いだった SF 映画に対する評価も一挙に引き上げるまでになった。このことを伝えるためスピルバーグはルーカスがこもっているハワイの別荘へ行き、そこでインディ・ジョーンズの構想が生まれたと言われる。なお、本作をもってルーカスは監督業からは一時期離れることになる。日本公開時。 20世紀フォックスの重役であったアラン・ラッド・ジュニアは来日してプレミア上映に参加した。本国、アメリカやヨーロッパでは上映中や、上映終了後には拍手と歓声などで称賛されたが、日本の劇場は静まり返っており、その沈黙という反応に不安を覚えたという。上映後、日本人は、上映中は騒がないし、静かにじっと干渉することが称賛の形だと聞き、 安心したという。また、本作の商品化ライセンスを取得していた、現、ハズブロは、本作が失敗すると考え、玩具などの関連商品の販売はごく少数しか予定していなかった。しかし予想外のヒットによって供給が不足し、公開年のクリスマス、アメリカの玩具メーカーにとっては、最大の書き入れ時までに十分な商品を販売することができなかった。そのため、 スターウォーズは映画関連のコンテンツビジネスの成功例の講師とも言われている。1983年10月5日午後8時より日本テレビ系の水曜ロードショー2012年限金曜ロードショーにて日本語吹き替え版が放送された。この日の日本テレビは朝から生番組に C-3 ポと R2D2 を出演させて宣伝したり、 夜7時からの1時間枠に、ウルトラ宇宙クイズ、秋の SF 大決戦スターウォーズまで、あと60分。全国子ども博士大集合という特別番組を放映したほか、映画本編も通常夜9時からの水曜ロードショーの放映枠を1時間前倒しし、3時間の特別編成を敷いた。本編が始まる直前にも、日本テレビ局社内で行われた、タモリ、 ケンナオコや C-3 歩 R2D2、アイカワ・キンヤによる解説、放送開始スイッチを押すまでの劇を数分言った。この時、本編を模した部屋でオーケストラを用いたテーマ演奏が行われた。この数分の劇は C-3 歩と R2D2 が日本テレビにやってくる場面から始まり、途中行われていたオーケストラ SW テーマの演奏に浸っていた。 C-3 歩が、タモリ憤する、警備員ともめ事を起こしたり、ケンナオコを、ヨーダの娘と思ったりするというストーリーで、このシークエンスの後、スタジオに着いた C-3 歩が、時間がすでに8時を過ぎていることに驚いて、放送開始スイッチを押すという、さらなるシークエンスを挟んで本編に移行するという、ものであったが、C-3 歩が、放送開始とボタンを押すたびに、 CM が流れ、押すボタンを間違えた。本当のボタンはどこだと局内を移動する。演出であったために著しい不評を買い、早く映画を始めろ。ふざけるな。といった苦情電話が殺到したことにより、後日ディレクターがコメントするという一幕もあった。主な吹き替えの声優は、ルーク、渡辺徹、レイア、大場久美子、ハンソロ、松崎茂。本編終了後、 相川金也と渡辺徹らの対談が入り、タモリに優しく手を振られながら去っていく。C-3 歩と R2D2 姿が映し出され、本編を模したクレジットと共に番組は終了する。二度目のテレビ放映も同じく、日本テレビの金曜ロードショー枠、水曜から放送曜ビードを新しい吹き替えバージョンとして番組内で 水野春夫にも紹介された初回放送時の解説であった愛金也は映画解説というよりもレア姫、いい女だなど個人的な感想しか述べずそういう意味でも改善された主な声優はルーク、水島博レレア、島本杉、ハンソロ、村井邦夫というその後のシリーズ作と同じ組み合わせでなされたその際、ベーダー役は 坂口かおるてとなっていたが、その後のシリーズでは、ベーダー役の未発放映時の鈴木瑞穂が再び通している。ちなみに、自習予告のテロップが流れる際、新吹き替えで放送しますと入った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。